金太金金は、金朝ともいい、中国の北藩を支配した、女神族の征服王朝。国政は、ワンヤン氏。領、北宋を滅ぼし、聖火を服属させ、中国南藩の南宋と対峙したが、モンゴル帝国に滅ぼされた。とは初めかいねえ、後遠京。ウスリースクの公園にある亀の形を主体し、12世紀にこの地を支配した金のもので、 石碑が上にあった、金建国前の女神は、現在の中国東北地区国立交渉の昇華王の支流、安でパラス流域にいて、領に対して服属していた。しかし、領の支配者たちは、社主が募り、女神に対して過酷とも言える搾取を行っていた。これに対し、女神族のワンヤン部から出たアグダが反乱を起こし、1115年に安でミズの過半で即位し、 金を国号とした。この国号は、女神族がアンデトラミ水から産出する砂金の交易によって栄えたことによるとされる。最初の首都となった海寧はアンデトラミ水の下半にあり、現在のハルビンシアジョにあたる。金は1120年に北宋と海上の名と称される名約を結び、両を攻撃して分割し、宋側には、円16州を引き渡すことを約束した。 しかし、僧は、攻略に手こずったために金が遠鏡を落とし、僧に割上した。アグダは1123年に死去するが、弟のご小遣いが後を継いで、領との戦いを続け、1125年に逃れていた、領の最後の皇帝天祖帝を捉え、領を完全に滅ぼして内モンゴルを支配した。一方、縁鏡を手に入れた僧軍は、僧の残存勢力と手を組んで金を牽制するなど、 名役に従って、遠距を活用した金に対する配信行為を繰り返したので、これに起こった大層は1125年9月層に侵攻し、河北を接見し、層の首都開封を包囲した。層では金層が新たに即位して、金の包囲に耐え、金も一旦上着を行い北に引き上げた。しかし金軍がいなくなると、またしても層は、配信して、 和薬を破ろうとしたので、1二十七年に、金軍は再び南下して、海風を陥落させ、金層を北方に連行し、北層を滅ぼし、中国の北半を征服した。またこの時金軍は、金層のみならずその父の上皇喫および多くの皇族や妃、皇子たちをも連行し、妃や皇子たちは、全員が、金の皇宮に送られるか、アラインと呼ばれる売春施設に送られて、 勝負とさせられた。こうして、金は北宋を滅ぼしたが、中国への急速な拡大は、金の軍事的な限界点を明らかにした。大宗は過度の負担を避けるため、河北に漢人による傀儡国家を樹立させて、宋の残存勢力との間の干渉体にしようとした。大層は初め宋の最小であった、趙胞を皇帝に据え、国号をスワイとさせた。しかし張胞蝶は、 金軍が引き上げるとすぐに大意を宣言し、金僧の弟の長賀前を皇帝位につける運動に加わった。その後、長賀前らは南に逃れ、南方の北僧残存勢力を急合して、南宋を建てた。金は、1125年から南宋に対する懲罰を名目として、再度の南西を開始し、ワイガの線まで南下して、学平が率いる義勇軍と戦った。1130年、 金は、南宋の力を弱めるために、宋の地方知事であった劉洋皇帝に立てて、政を樹立し、今度は安定した、海儡国家を作ることに成功した。同年、宋の官僚親会が捕虜となっていた金から南宋に帰国し、金との和平推進を唱えて、実権を握った。金と南宋双方での和平派と戦争継続派の勢力交代の末、1142年に、 両国の間で最初の和訳が結ばれた。この和訳は宋は金に対して進化の礼を取り、再兵を毎年支払うことを定めるなど、金にとって圧倒的に優位な内容であった。これより、前、1149年に先代の広州を殺して定位についた四大会、両王は喪失や有力者を大量に殺して独裁権を確立し、 東海濡から遠距離線として中央集権国家樹立を目指す改革を進めた。1161年、海両王は中国の再統一を起とし南宋を滅ぼすために、金軍は60万と豪する大軍であったが、慣れない推薦に苦戦した。その間に各地で吉丹族の反乱が勃発した。海両王はその知らせを聞いても、強行に総征服を続けたが、 海、両王の恐怖政治を嫌った有力者たちが東京にいた皇族のカラスロクを擁立し、金の人々はだれを打ってカラスロクに味方した。海、両王は、軍中で殺害され、カラスロクが即位した。清掃は、海、両王の死後に北進してきた南宋軍を撃破し、1164年に和訳を結んだ。そして、吉丹族の反乱を速やかに収めて、国内を安定させた。 さらに清掃は、海、両王の遠征で大量に消費された財政の再建を目指し、増税や管理の削減を行った。同時期に、南宋で、こちらも南宋随一の名君とされる構想が立ち、その後40年にわたって、両国の間では平和が保たれたので、金は繁栄と安定を極め、清掃は商業春と称えられた。一方で、重税や 社会的な引き締めによって民衆生活は圧迫され、この頃から金末の水防につながる反乱が頻発するようになったとする指摘もある。平和が長引き、女神の気風が境外化すると、女神族と非女神族との割合は1、6ほどであったので、女神の軍事力の弱体化が問題となった。清掃は、寒化の傾向に歯止めをかけるために、女神後の普及、 四書五経などの漢文研の女神文字への翻訳、女神語による過挙の実施など様々な政策を打ち出したが、女神の経済的な没落も著しく、女神の弱体化はさらに進んだ。清掃の後を継いで1189年に即位した小、昭宗は漢文界の傾倒が激しく、第二の北宋の基礎を辞任して、絵画、書の作品を残した。また、この時期は、 国内が安定したこともあって、名政の地とも称されている。しかし、北方モンゴル高原では、部族勢力の動きが活発化して、タタルブやキッタンの反乱が激しくなり、金は、鎮圧に際して、ケレートやモンゴルの助けを借りたため彼らの勢力が増大し、1206年に、モンゴルのチンギスカーによる高原の統一を間接的に助ける結果となった。一方、 北方の動乱の情報を得て、金が疲弊したと考えた、南宋の最小官、カブトは、これを後期と見て1205年に金に攻め込んだが、金に撃退され、南宋は、カンカブトの首と引き換えに和役を結んだ。詳細は、モンゴル帝国の緊張征服を、参照1142年金と周辺国。そのような中で7代。 英将王が即位すると、チンギスカンはこれに対する兆候を拒否して、金と断交し、1211年に自ら、モンゴル軍を指揮して、金領に侵攻した。内モンゴルにいた、キッタン人を服属させたモンゴル軍は、金軍を破って、頂上を突破し、2年余りにわたって、金の国土を略奪した。1212 12年には、キッタン人のやりつとめ歌が反乱を起こして、分離。 現在の吉林省から遼寧省にかけて広がり、モンゴル勢力下に入った。敗北を重ねた金では、1213年にクーデターが起こって、将軍小佐虎によって、英将王が殺され、さらに小佐虎自身が殺された。敗北を重ねた新帝戦争は、同年にモンゴルに対する和議に踏み切り、モンゴルに対する軍神の関係を認めて都市を収めることを約束し、 公主をチンギスに嫁がせる内容の講和を結んだ。講和によりチンギスは撤兵するが、金は翌1214年にモンゴルを避けるためカナンの開封に戦とした。この時、金の南線に動揺した吉ンの一部が中途で反乱し、モンゴルに援軍を求め、チンギスも金の南線を麻薬違反とせめて金に対する再侵攻を開始した。1215年夏、 半年以上モンゴル軍の包囲にさらされた末に中途は、陥落し、金は、古地東北を含む郊外北の大部分を失った。同年、ヤリツメウタの反乱鎮圧を担当していた、川の千万奴が分離して大魔国を建て、両東半島の一部から、沿海州南部までを支配した。金は、開封をととし、河南地方で、かろうじて命脈を保ったが、その後も、 モンゴルの南進を食い止められず、1232年、ミブサンの戦いで大敗し、軍資力が消滅した。以後は抵抗も、ままならず、1234年に海風を包囲、占領された。皇帝愛州は、海風から脱出し、最終に逃れるところを、モンゴルと南宋の連合軍に攻撃されて自殺。後を受けた末見門も即位からわずか半日で、モンゴル軍に殺害され、 ここに金は滅亡した。なお、17世紀になって、同じ女神族が金を名乗る王朝を建てたが、これは、アトキンと呼ばれて区別される。アトキンは後に、清と解消し、大帝国を築いた。王朝の創建当初、政治機構は、女神式のものが取られた。金には建国以前から、没極列と呼ばれる、勲長僧がおり、アグダは皇帝に即位する以前。 その筆頭として、と没局列を称していた。金の建国後、没局列制度が整備され、4段階のランクに分けられた没局列に、皇帝の兄弟や部族の有力者が任せられ、合議制によって、金の政治を儀した。家北の征服後、大宋から、広州の時代に、行政機構の改革が行われ、宗や寮に習った中国式の完成が導入されて、 呂津局列に代わって、小書章や中書省が設置された。しかし、その後も、喪失の一族や有力者が、政権に大きな影響力を持ち、最小核の住職は彼らが務めた。広州や海両王はいずれも一族、重臣によって配位されるが、これは彼らが有力者を無視して、強引に皇帝の独裁権を振るおうとしたため、 これに反発する形で配位された面もある。また、一般の女神人は、孟安と孟国の二段階の組織構造を持った集団に編成された。孟安、孟国は民政制度であると同時に、軍事制度であり、孟安と孟国の組織を通じて重望された女神人の武力が、金の領土拡大に大きな役割を果たした。金が北、中国を占領すると、女神人は、 集団的に厳重地から引き離されて、中国各地に飛んでんさせられ、盲案は部族単位から地方単位に再編成された。清掃から召集の地性にかけて、南宗との戦争が闇平和が長期化すると、女神人の気風が境外化し、経済的な没落が進んだ。さらに、漢人に取り囲まれて居住しているために、文化的には寒化し、 女神人の組織力は弱体化していった。緊張の核付近では19の道に分け、その下に負、その下に剣を置いた。陶磁器の生産については、人仕様の濃い赤紫色の織屋を優や思考優と、呼ばれる優薬のかけられた兵士や万の優品が作られた。帝王の白磁も引き続き生産され続け、優れたものが多く見られる。文学では、 壮大に発生した雑劇を継承し、原曲の姿となった、陰本や諸宮帳と呼ばれる一種の古典劇が作られた。代表的なものは、カオル還元の清掃期諸宮長などが挙げられる。また、詩人に元公門がいる。書画では皇帝である、昭州が北宋の起草風の作品を残した。順二秒号または、四号女真名、中国名、在位年 続き柄を示す。大祖清祖、外里八イコール、ガリの磁子。大祖外里八の四子。大祖の末弟広し草打の着死縄回イコール、ジェンガの長子。海漁洋王大祖の所長死圧本イコール、オベの磁子。清祖大祖の諸子、鉛里大イコールの着子小州、清祖の磁子骨地が笑いイコールクト派の磁子。栄昇王、清祖の七子。 招州のおじ、戦争古土河原の所長氏、招州のイボニー、愛州、戦争の三つ子、別将、吉宗、末見門、外里八の末裔、太字は皇帝、数字は即位順、括弧は追巫ことされた人物の病号、おさむ国典タスク典開転健高等、天徳上元正高大帝名。 マサジョーアンヤスカズライアンタカシ、喜びいたり、ネイテイユー協定元光カ大開教天協協、成功敗戦賞、マキさん、ありがとうございます。